ですね。なんか変な薬した。これにはちょっと諸事情がありまして、あのピエール滝さんからあの粉のようなものをもらって水で溶いたものを今かけてもらいました。あのね、こう見えてですね、ちょっと潔癖なところがあって、あの緑のマイクってママに言ってたんだけど、ちょっと通じなかったのね。うん、すいません。で、かけてもらいました。ということで、今アドレナリンがとても出てきたので、これから40分間の皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。ネガティーズっていう名前からどんなバンドだと思った方いるかと思うんですけれども、オールディーズのバンドになります。よろしくお願いします。まあ人生いろいろありますが、この曲いきましょう。明日があるさ。それと今日8月25日はなんとチキンラーメンの日でした。本当だよ。
あのニュースでやってたんですけど、あの日本で初めてインスタントラーメンができた、記念日が今日になるみたいなんですが、あの昭和の時代いっぱいいっぱいいろんなものができてきました。その中であの大ヒットした曲が1曲ありますが、まあ、いっぱいあるんですけど、その中で、この曲も今の多分平成の子も絶対知ってるんじゃないかな、まあ、絶対じゃなくても知ってるかなと思って、そうどっちなんだ高橋、そこに愛はあるんか今言うか、うん、え、はい、そうそう今言うか、聞こえました。じゃあね、ちょっと滑ったようなので勢いつけていきたいと思いますが、だいぶ言わなくても分かるかと思いますので、ピーナッツの大ヒットした曲になります。
しましたが、次の曲は恋愛にちなんだ曲になりますけれども、まあ、とても多分悲しい曲なんですが、軽快にな音楽に乗せての一曲と、あともう一個はきっと辛い恋をしたんだろうなと思う一曲になりますが、It's My Party、 そして恋と涙の17歳、2曲連続でいきたいと思います。Thank you.
自分では心臓に毛が生えてて度胸も愛嬌もあると思うんですけど、キース出る前に英語の歌を歌うのはちょっと緊張しちゃうけど大丈夫、わかんないから英語。え、今英語だったの？ニーハオ。カムサムイナ。カムサムイナ、シェイシェイ。いや、やっぱ緊張するんですけどね、やっぱり毛が生えてるかなということで、次の曲から2曲いきたいんですが、さっきバケーションバケーションズさんでやってましたまあね、コニフラスの王道なのでいきたいと思いますが、度胸を出して英語でいきたいと思いますけれども、バケーション、そして大人になりたい Too many rulesThank you.
師匠師匠ですね、お店のポスターいっぱい見るとマスターはマリリン・モンローがお好きなのかなと、やっぱね色っぽいママの昔の写真も飾ってあったり実はするんですけれども、やっぱり、ね、セクシーな綺麗な女性が好きだったんだなと思いますが、でも多分男としてこういう男性に生まれたらきっとね良かったんじゃないかなと思う一人だと思うんですけれども、私が勝手に師匠と呼ばせていただいていますエルヴィス・プリスリーの曲をマスターまでエルヴィスが大好きということなので選曲しましたが、ここマリあごめんなさいインバーハウスでやるのは初めての曲になりますバーニングラブそしてテディベアいきたいと思います。
でしたね。超特急のように行っちゃいましたけど、次の曲なんですが、ここでもう業務連絡いいや。いつもでここで業務連絡あるんですけども、今日は省略して最後の曲を行きたいと思いますが、ニッシーはオッケーいます。でもめぐみーズ、この曲は絶対に外せない一曲になりますが、キッスマン目にして。行きたいと思います。